はいといととうことでで本会です、はいえー、今回はこちらでございます。はい教えて都市伝説はいということで、年越しが話したいことを話すコーナーなんですけれども、はい、今日のお話はグルメにまつわるお話でございまして、いいですね、あのーまあ、グルメ、オカルトグルマというふうに、えー、私はやっておりまして。 もうその活動もね、えー、板についてきたところなんですけれども僕以外に基本的にはいないので、うん、あの好きにやってるんですけども孤独な活動ですもんね主に活動としてはツイッターに美味しいものをあげるのみでやらせていただいてるんですけど今のところねの結構あのいろんなお店行くんですよ。行く っていうかまあ、調べていく時もあれば紹介してもらっていく時もあるしうん、うん、な,なんとなくフラットこうね街中で見つけていく時もあるんですけどなんとなくフラッといくっていうのは店構えとかってことですかそうそうとかうあのなんか気になって街中になんなんだあの店、ね、なんか変なとこにあんなとかで行く時もあるんですよ当、うん、たりはどうですかあ,るありますそういうとこってまあ全然ありますよあ,すありますけど、えー、でちょっと前に、うん あのまあ、そういうのもやってるのを知ってる人がいて、うん、であの美味しいお店教えてくださいみたいになることがあるわけですよあ,あるでしょう、ね、僕に聞いてくることがあるんですよね、うん、で全然まあ教えるんですけどその希望があればうん、うん、なんですけど教えた時に言われたことがあって「うんうん、えー、そうなんですねなんとかいいんですね」って言われて「うん、あのえそこって食べログ何,何個星しですか?」みたいな。 あ言ってくるんですよ気になるかうん、うん、見たことねえな,いなあんまりちょっとイラッときたんですよそのいやいや俺が教えてるんだからおいしいじゃん食べログの星がいくつであろうが、うん、関係ねえじゃんって思ったんですよお前はじゃあ食べログを先にその気になるんだったら最初が食べログを見りゃいいわけでうん、うん、俺に聞くなよって思ったんですけどまあまあはいはい 結構やっぱり気にしてるんだろうなと思ったんですよね、うん、食べログ的なやつって。はい、でやっぱそれをもとに参考にお店選びをしてる人も結構いるんですよ。でそんな中ですね、うん、ちょっとこの間あのツイッターで見かけたやつが、うん、これ結構ひでえなっていうのが一個あって、はい、あの女性の方がツイートしてるんですよ。うん、でそしたらその旦那のお店が、うん、あの 巻き込まれましたっていうようなタイトルじゃないけど最初に書かれててでそれがどういうものかっていうとあの青森にあるすごいちっちゃいお店なんですって小料理屋なのか居酒屋なのかちょっと分かんないんですけどそんなちっちゃいお店だそうでであ,のある時まあそこの評価結構高かったんですよいわゆるその評価サイト。 それはグーグルレビューサイトだったらしいんですけど4.8とかだったいなですねであ結構まあ街中でも評判でまあまあちっちゃいながら結構大事にされてるようなお店だったらしいんですけど、うん、あのある時一気に星がガクンって下がったタイミングがあったそうなんですよ。あ<ら>であれと思ってみたらその星1みたいなのがついてて。うん でそもそもの評価がさほらベースが結構高いとさ、うん、1が1個入ると結構下がっちゃったりするじゃん平均で見た時にあ,、ね、あれ結構下がっちゃったなって思ったらしいのよ。うん、で見たらその1がついてて、うん、ああそうかこういうのつくんだなみたいに思ってたら、うん、ちょっとしたらあの連絡が来たらしくて、うん、でその連絡っていうのは、まあ、メ,ールメールだったかな、うん、が来て。あの要は Google の評価をコントロールできるで、うん、あで評価上げさせていただけますけどどうですっていうのが営業で来たんですってええー、うんうんでいやえー、ってなって、うん、いやそういうのうちはちょっとあんまりね、うん、あのやりたくないんでみたいな感じでそう断ってるっぽいんですけど、うん、それや始めるとも意味ないじゃんそうそう、うん、でうわなんかそんな やってるんだって思いながら店やってたら、はいうん、ある日いきなり、うん 1>, えー、1時間の間に40件以上のペースで評価1がバン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 つけられて<ー>その結果2.6まで下げられた結構半分ぐらい下がったんだそう一気に一気に、うん、でそれも海外のアカウントなんですってこれは完全に匂いますな <laughs> お兄さん <laughs> でそうなんでですよ、うん、でやっぱそんなこと起きちゃったからいろいろ調べてみたら、うんうん、ニューヨーク・タイムズとかでも飲食店に低評価をつけて、うん、後で消してやるからお金を払えっていう悪質な詐欺行為が行われているとひどいなっていうのが海外で多数事例があるっていうのを見つけたんですって、うん、でもまさかその青森のちっちゃいお店がさ狙われると思ってもいなかったらしいんで、うん あのまあまあちょっとびっくりしちゃったと、うん、であの,その旦那さんがお店をやってるんですよね多分料理とかも作ってるのか、うんはい、だからもうそれ詐欺って知らないから傷ついちゃって、うん、でもすごい深く悩んだと一ばっかつけられると一ばっかつけられて評価めちゃくちゃ落ちて,て何がよ悪かったんだろうと思うわけじゃないですか、うん、でももう明らかにおかしいっていうことでその SNS でその 女性がね、うん、まあだから奥さんかが投稿してでこういうことがありますのであの皆さんもちょっと気をつけてほしいとで,できればその協力してほしいとそのスパムみたいなのがいっぱいつけられてるからそれをこう通報してほしいみたいな言っていてで結局それをみんなにやって拡散したことによって今は結構評価も前みたいに。 戻ってきてきそうなんですけどこれ結構すごいことだなと思いましてひどいよねこれ多分言ってないしニュースとかにもあんまりなってないだけでうん、うん、多分山ほどあるんじゃねえかな<で>あ,<の>あると思いますよ。って思ったんですよ、うん、で実際のものであある評価レビュー会社みたいなのに勤めてる人で知り合いいるんだけどやっぱりそれを個人的にやってる人がいるっぽいんですって。 会社の中でほうほう要は評価とか、うん、あとそのサイトの、うん、優先順位みたいなの変えられるっぽくて、サイトの優先順位とは要は、えー評うん、例えば同じ評価だとしてもさ、うん、その並び替えをしなきゃさいいものが上に並ばずに、一じゃないにしても、あのあ<ー>自分の手,手を加えてるところが先にこう、 順番並んでおすすめ順に出てくるみたいなそひどいなこともできるとそ、うん、でそれを会社としてはやってないかもしれないけど、うん、それをコントロールできる人がいるっぽくて、うん、それをだから個人的に交渉して、うん、あの僕にいくらいくら払えばあのおすすめ出しますよみたいなひどいな感じのこととかもあるそうなんですって、うん、これ僕ちょっと本当か分かんないけど、うん、あると聞いたんですよ、うん、で実際問題こういうい 詐欺事件みたいなのもあるし要はこれってこの方がだからそのこういうふうにツイッターで広めないで、うん、あの何低評価消したいっていうのが先に帰っちゃってお金を支払ったら、うん、まあ何もなかったことになるってお金だけそいつらに行くっていう、うん、ことじゃないですかひどいわこれ考えるとやっぱレビューって結構当てになんないんじゃないかなってやっぱ改めて思って あのー、すごいね美味しい場所なんですけど、うん、TikTok を店主がやってるんですようん、うん、TikTok を店主がやっていて生配信なり普通に動画を投稿したりしてるんですけどうん、うん、過激なんですよね物言、うん、い,いが、あのー、ど,どういう感じの過激さ別にお前らなんか客として見てないから来なくていいよああそういう系かって言ったりとかまあうんと 生配信をしながら調理とかするから、ちょちょいミスをするんですよ。その中でコメントに、おおお前何しとんねんってああ、別にお前客じゃねえから来なくていいよ、みたいな。いやいや、今客はいるんだろと、それをお出しする。その人のことを思っていて、お前食うんじゃないんだろ、黙っとけ、みたいな。言って、その人のお店評価が、むちゃくちゃ低いんですよ。食いに行ってないのに、 あの、生だったとか、むちゃくちゃ書かれて、今、それをすっごい猛省していて、本当に申し訳ないから、あれをみんなで変えてくれないかって評価をね。なおしい、頭下げてましたけど、まあこれは完全に天使が悪いから。そうだね。天使も悪い。違うケースだも悪いけれども、やっぱその、人が先に立っちゃうとさ、悪人みたいな感じとか、ちょっと悪いヒールみたいな感じになっちゃうと、まあ今、誰でも書き込める時代だからさ、 でもまあ言ったらさそれ言ってもいないのに虚偽のレビューしてるっていう意味ではそいつもやっぱ悪いからダメなんだけどやってるやつがね天主も悪い天主はまあまあ自業自得感すごいからいいけどでこれやっぱ思ったのがスパムみたいになってるやつも結構多いんだって要はさ1の評価だけしていてあと何も書いてないみたいなへえ 要は海外のローマ字の名前のやつが1の評価バーっていっぱいつけるっていうだけみたいなさので下げる方法があるっぽいんだけどだそれ用に作ったアカウントみたいなそうそうそうまあ要はグループなんだろうけどさでそれをスパムで消すことはできたらしいんだよね報告してたらでもね日本語でちょっとなんていうかあんまりよく分かんないような日本語多少流暢なんだろうけど 日本人が見たらちょっと変だなこの言葉使いとかこれはまず方よみたいな,、うん、なんかちょっと変だなって思うようなやつとかもあるんだって、うんはい、でそっちの方は、うん、あの消せないことが多いんだってスパスワムに入らないとれれてちゃんとした評価ですって認められちゃって消せないみたいなことが多いらしくて、うんはい、それかなり困ったそうなんですよ、うん、これだから怖いのがさ チャット GPT みたいなのつく<ー>使ってさ日本語のやつ使ってやられたらもう、うん、じゃあ無理じゃないっていう話になってくるから消せないよね消せないんだよ、うん、でこれ俺またもう一個すごい不思議に思ってるっていうかこれどうしたらいいのかなと思うのが、うん、最低評価がついちゃってるのが多いから、えー、っと点数がた下がりだったんだけど、うん、でこれを広めたじゃん <laughs> SNS でそ、うん、したらあの さ助けたいって人たちがいっぱい出てくるわけよ「ゴをつけようみたいなそうそうそう、うん、でスパム報告がわかるんだけど「ゴ、うん、をつけましょうってなって「ゴ、うん、をつけてる人が結構いるそうなんですよそれもそれでじゃないのそうなる。うん、それやっちゃうとそれ自体の信用ってどこにあるのってなっちゃうじゃん、うんうん、食べてないんでしょだってそうそうそう食べてからだったらまだわかるけどで少なくとも「ゴをつける <laughs> まあ違うんじゃねえかなって思ったんだよね助けるじゃないもんねその、うん ちゃんとした評価ができなくなってるもんね、語をつけることによって。で,でもそれって、それをやった時点でさ、1>, うん、1ミリも信用できる媒体ではなくなっちゃったってことだよね、うんまあ、そうね、意味ないからね、どっちにしてもなんだけど。うん、っていうのを考えると、これもう、食べログ的な評価系のレビューっていうのが、もう,うん、うん、ほぼ役に立たない時代が来るんじゃないかなと思ってて。うんでしょうね。 今俺実際もんで自分がよくあのグルメでさ行くわけじゃんいろんなお店食べログとのリンク度合いってやっぱそこまでなんだよねああはあはあはあ、うん、っていうのも、うん、例えば1個のものがめちゃくちゃ美味しいお店とかもあったりするわけ、うん、メニューがいっぱいある中でそう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 そだけうそう それを食べてない人はそれの以外の評価だから、うん、全体で見たとき別に普通とかだったりすることもあると。確かにこの間4.8のレビューのとこで奥さん大喧嘩しとるからな。<laughs> うん、確かに違うわ。うん、まあまあ、それは知らないけど。あっちが悪いね。完全に。<laughs> めちゃくちゃムカつく。うん、で、あとさ、その基準もやっぱ言ったように、1>, うん、あの1とか5を俺よく見るようにしてんのよ。 レビューいろいろあるじゃん、うん、そう極端なやつ、うん、でそれをいくつか見るとあの1の方特に如実に分かるんだけど、うん、もうこれ多分憎んでるなっていうのが分かるっていうかさ <laughs> そう喧嘩したとかもそうなんだけどお店をねお店自体にもヘイト的な感じになってる人がいるなっていうのがさ、うん、何個か見える。 お店があるるわけよなんか実名入ってとにかくここを下げたいっていうのにもう全力を尽くしてるみたいな人が何人かいるお店は多分俺それ他のアカウントとかでもやってるだろうし<ー>その <laughs> 本当に大した評価になってないと思うんだよね。うんうん、で5の方もさっき言ったようにとにかく評価をよくするためだけの身内に。 やらせたりとか自分でやったりとかもいっぱいあるから「5」のレビューが薄いやつはとにかくうさんくさいわけよ具体的じゃないやつこれとても美味しかったですばっかりみたいなやつとかあでもいますね「5」で「それ」っていうやつね何が具体的に良かったかもよく分かんないみたいなさそれは逆にまた信憑性が薄くなるっていうのがあってじゃあどう見ればいいのあだから具体的な内容の熱量 これがどうでこうでおいしかったですみたいな俺自身が書くとしたらそうなるなと思ったのよ、何に感動したか、どこが良かったかっていうのを言いたいわけだから、それをふわって言うっていうのが、ちょっとうんってなるわけよね、コストパフォーマンス的にどうこうとかね。って考えたら、やっぱり評価見るべきは、星の数じゃなくてコメントの熱量じゃないかなと思ったっていうことなんですよ。 で実際僕自身もまあそこで結構見て、うん、であとやっぱ紹介する人の熱量で行ったりすることが多いからうん、うん、でそれで行って後々やっぱり星見たりするわけじゃん、うん、その探す時とかさ、うん、場所でそれで見たら星はやっぱ低いけど、うん、あの書いてる人の熱量が多いとか。あとやっぱり 1個に特化したお店って他の部分おろそかだったりすること多いからああ確かにそうかもそう,だかそういうのも踏まえて、うん、うんまあ難しいなと評価基準っていうのを。 飯むちゃくちゃうまいけど、奥さんと喧嘩しとるもんな、あそこの店。いやいや、まあでも、ガンコラーメン屋みたいなの多いじゃん、そういうの。許せねえんだよな、あいつら、本当に。うん。ね、それはもう、だ態度でしょ。ええ、言いましたっけどんな態度かって。ねどんなんだっけあのね、23時閉店なの。うん、そこ。うん。で、奥さんは21時に入っとんの。うん。したら、ああ、もう閉めようと思ったんだけど、って言われて。うん、うん。え、23時ですよね、みたいな。ああ、そうだけど、閉めようと思ったんだよね、って。 じゃあ出た方がいいですかねって聞いたら、うん、そりゃあんた次第でしょって言われたの。<laughs> おかしくないおかしいね。<laughs> 出たら閉めるし、うんうん、おるんやったら開いてるし、って。うん、で、おー、私次第なんだ、と。うん、でも、僕の仕事があったんで、それ終わりまでどっかで待たなきゃいけないから、うん、だから、あ、じゃあここで待たしてもらおうかな、うん、少しだけ、と思ってそこにいたの。うん、そしたら、あのー、もう、あったかいもん出せねえから。 言われて。冷たいもんしか出せねえからって言われて。<laughs> 閉めるから。そう、うんあ。はい。で、僕が来るまで冷たいもん食べさせられてたの。<laughs> で、も腹立ちすぎて、味もせんかったって言って。うん、で、できかねえんだ逆に。 あんまその、なんていうんでしょう、治安がいい街ではなかったからね、うん、そこが。で、夜遅かったっていうのもあって、他に喫茶店も空いてなかったから、まあそこを使ってたんですけど、うん、で僕も終わって仕事が30分ぐらいやったかな、うん、奥さんがそこに入って、で終わってぐるっと回ってそこに行って、もう LINE で聞いてたから俺はこういうことされたっていうのが、ほ、うんで、だから腹立ちすぎて、うん、これ多分、中まで入って、行こうかって言ったら、もうなんか行っちゃいそうで、うん、お前これ聞いたで、とかって言っちゃいそうだからもう、 あの、店の前で大声で、行くよーって言って。どういうこと奥さんに聞こえるように。行くよーあ、大男が。行くよってそういうことね。そう。もう行くよって来たよ。来いよと。あ、そういうことね。行くよーって大声で言って。だからなんだって。大声。それ、いや、中入っちゃうと。中入ってその人の顔見ちゃうと腹立ってくるから、外側から言って。で、それに聞こえて奥さんが出てくるっていう。 だから、でも、レビューは4.8やの。ああ、評価は高いね。そう、ご飯は美味しいし、みたいな気持ちのいい接客でも、どこが気持ちええね閉店ギリギリ行ってみ、むちゃくちゃ言われるから。うん。それは、だから、書いたらいいよ。そう、書いたらいい。もう、あの、ひどい扱いでしたっていうのを、 人によって変えるんですね、こちらの積極は。そうそうそうですよ。連日言ってるからね、こっち。うんそれはお前がだろ。むちゃくちゃお金入れてんの。いやいや、奥さんが。あ、そうなんだ。むちゃくちゃお金入れてますよ。なのになのに。なんだろうね。なんか、レビュー書いたことあります岸本さんは。レビュー、あ、あるよ。あ、本当ですかあ、ないな。俺はレビュー。どういうの書いたんですか美味しい時だけ書く。うん、そうそうそう。うん。それいいですね。おいしい時だけ書くっていうのはね。あそれいいですね。マイナスは書かない。 マイナスはあの <laughs> これは懲らしめないとなって時は書く <laughs> 懲らしめるうんその俺が動こうじゃなくて被害者を出さない方がいいなって思った時のみやるね被害者っちゅうのはこのなんか古代広告みたいなたいやもう,もうほぼ詐欺に近いみたいなものとかえー、そうなんだうんそれはダメですねあ,のあれとかね整骨院とかさああそういうことねうんああはいはい 書いたことないな、いいも悪いも、一度も。まあまあまあ、別にやらんでもいいとは思うけどね。ていうか、そもそも店を選ぶときに見ないんですよ、その星を、どこにあるかって一番近いところで、中華食べたいな見えちゃうじゃん、あんま気にしない、別に、マップに中華って入れて出したりするから、レビューをあんま見ないんですよね、上から行くから、近いところから。 でもほら、マップやるとさ、マップにもう出る、出るじゃん。レビューがあ違う星の数みたいな。4点いくつあ、3点何とか。あ、気にしたことないわ、それ。Google マップで、例えばさ、あ、だ、出る出るよ。だから、これも自動的に見ちゃうわけよ。近いとこから行ってるから、え俺がむちゃくちゃうまい思ってるとこ3.5かいいや、四点八や、4.8やろ。9とか。いや、だそういうもんなだよ。嘘でしょうちょっとお前の方は、ちょっとね、 わかんないけどええ、あそこのめっちゃうまいとこレビュー一個もついておらんかなうんつけたろ1うさうさでもさ逆もいるかもなと思うのよめっちゃうまいのにここついてないめちゃくちゃさ来てほしくないお店とかもあるわけじゃんどういうこと人が要は並びまくっちゃうから嫌だとかそれで低くするとかもありえるなと思ったからちょっと待って隠れた名店あんじゃねえかレビュー見たら。 むちゃくちゃいいとこありますよ。うん。いこう、ここ。こういうふうに見んのね。<laughs> なんで、その機能知らねえの全然見てなかった、ここ。あそうか、俺調べないからだ。うん。奥さんに見てもってるからや、いつも。え、すごいとこありますよ。レビュー。なでも、俺は結構、近いとこ探すのは、それでやるわ。うん、え、すごいここ。むちゃくちゃうまそう。知らない人はね、あの、うん、Google マップの検索窓にグルメとか入れると。うんうん、ええそれでもいいの あの近くのお店がバーンっていっぱい出てくるんで200でさ、うん、あのレビュー数が約199なんですけど、うんうん、3.6ってなかなか高くないうんまあまあ悪くないと思うそうですよね、うん、ここ行ってみようかな、うん、と、ね、まあ今俺ずっと <laughs> ずっと20分ぐらい通してそれは当てにならないって話したんだけどそっかそっか確かにねまあまあでも 別に、何一概に悪いとは思わないんだけどね。なんだけど、こういうこともあるから。あ、ちょっと読んでいいこれはどうっていう熱いかどうか。あのね、初訪問です。ちょっとドタバタがあったもののうまく吸収していただき無事スタート。ただせっかくの料理の説明がテーブル席のうるさい女性のせいで何にも聞こえません。美味しいものを食べたら ん食べたらえ、美味しいものを食べたら、ただいたら、うん、由来や産地は気になりますよね。うん、おかげで少しもやもやです。トータルで3時間ちょっとでしたが、待たされる感じはありません。うん、少量ずつたくさん出てくるので、楽しく飲み食べできます。これいかがですかこちらもあの、客層に対するレビューですね、もう。あ、そうですか。腹立つっていう。 えーとね、この人はつけてますうるせえやつがいなかったらもうちょい高かったでしょうねああね、うん、っていうねそういうのがあそうかこれこれで見りゃいいんだな確かにねこのあ熱量は確かにそうだわこれ見たらすぐ分かりますねうん、うん、文字数の多さとかで分かるでしょあそういうことね、うん、確かにだからそ,それをベースにその、うん、あ良さそうとかって思うのはある、うん 全然いいなと思うんだけどねただまあ星の数だけで一概に決めちゃうのは結構怪しいぞとはい、はい、あとあのお店やってる方でね、うん、もしそういう何つうの脅迫まがみたいなことされた場合は、うん、SNS にちゃんとやった方がいいよっていう,うあのねグーグルとかに言ってもね消してくれないことがほとんどらしいから SNS で拡散お願いしますとかで。 助けてもらうとかの方が、なんかまだいいのかなと思う。ちょ、あれなんですね。レビューした人の、他のお店の口コミ見られるんだ。だから、うん、この人はいいな、このレビューはって思ったら、うん、この人のレビューを見て、うん、他にこの人どこ行ってんやろみたいな見られある,ある。おいちょ、バケモン見つけたぞっていうこと。レビューに写真を1万4000件差し込んでる人がいる。うん、ああ、プロの人だね、もう。口コミ300件。うんうん、<laughs> ちょっと待って待って。 あでもそ,れそういう人を見つけるのも一手だねこの人すごいんじゃないかでこの人が行ったところを即席をたどれば全部おいしい趣味が合う人を見つけるといい、うん、確かにねその人と大体あこの人が合うなってなってたらそ,、ね、その人をブックマークしていく感じ「うんうんうん、毛虫のクソのリキュールがおいしい」って書いてあるわ <laughs> 合わないかも <laughs> まああとは、うん、あの自力で 自分でやっぱ足運んでみないと何とも言えないっていうのもあるから合う合わないはあるからね、うん、確かにそうだわ面白いまあっていう結構最近見方をねちゃんとしないと役に立たないよっていうお話でした、はいしたありがとうございました